真っ赤なお花のトナカイさんはいつもみんなの笑い者。でもその年のクリスマスの日、サンタのおじいさんは言いました。暗い夜道はピカピカのお前の花が役に立つのさ。いつも泣いてたトナカイさんは、かやや花を運びました。メリークリスマスイブイブ。おはこんばんは、皆さん、どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい。今日はですね、12月23日、クリスマスのイブのイブ、イブイブでございます。クリスマスでーす。イエーイってなる？え、なる？一回正直に言ってごらん。正直クリスマスとかの、ないの。クリスマスとか正直ね、もう、子供で終わり。街中のイルミネーションでクリスマスは感じないけど、ネット見てて感じるじゃん、やっぱ。ケーキ、チキン、売ったりするじゃないですか。で、ミッキーもですね、いろいろ見てたらね、ロッテリアがですね、毎年やってたの知らなかったんだけど、ロッテリアの人気商品で栗ぼっちをお得に楽しもう、500円栗ぼっち金パック。2021年12月20日月曜日から7日間限定で発売された、栗ぼっちも怖くない500円栗ぼっち金パック。もともとあるロッテリアの商品を、まあそういう名前でちょっとお得に、本来だったら632円のところをアプリ入れるとクーポンがちょっともらえるんですけど、それで買うと500円、なんならテイクアウトだからもうちょっと安くで買える、そういうのをロッテリアさんやってくれてます。すごい。ということで、ロッテリアに行ってですね、栗ぼっち金パック買ってきました。本日はまあこれを一人で食べながら過ごしたいと思います。ロッテリア初めて行った。いいよねこれね。なんか私初めてだから、なんかすごい新鮮で楽しいんだけど、こういうの。ポテトとチキンとチキンから揚げットだって、あ、ナゲットみたいな。では、栗ぼっち金、栗ぼっちで食べていきたいと思います。メロンソーダにしました。メリークリスマスイブイブー。うまっ。ロッテリアのメロンソーダは、ポップのメロンソーダだ。多分。めっちゃうまい。食べるね。じゃあ、まずちょっとポテトから。ロッテリアのポテトとか食べたことない。うん。うまっ。で、この手前の、この、カラーゲット。みたいな、3本入ってんだよ。いただきます。うーん、周りがサクサク、うまっ。うーん、これいい。じゃあちょっとこのでっかいやつちょっと食べるわ。うわー、うー、飯テロ。え、うまっ。え、美味しくね、ロッテリア。うんふん。いいね、これ。こういうセット。ほんとね、動画撮るようになってから、マックとかね、結構食べるようになったの。私、ほんとに、パンがね、あんま好きじゃなくて。今はね、昔に比べたら、なんか食べたいなって思って食べる時はあるけど、YouTube 始める前とかは、ハンバーガーの意味がわかんなくて、ちっちゃい時とか、マック行っても、ナゲットとポテトだけでいいみたいな。あ、そっちタイプ。で、パンよりもほんと、ご飯、もう白米、特に、が好きで。だから、YouTube やってから、変わったね。なんかじゃあクリスマスになんかまつわる話をする？なんか、なんかな？うん、あるわ。多分ね、私がね、小学校2年生とか、多分1年生とかの時なんだけど、なんかでも喋ったかな？ちょっとわかんないんだけど、イブかな？あれは。24の夜よ。7時とか8時ぐらいかな。リビングにいたら、ピンポーンってインターホンになって、母が、まあ、台所にいたんだよね。何かやってたの？台所で。ピンポーンってなって。で、いつもならね、母がね、インターホンを確認して。で、まあ宅配だったら、まあそれで出るし。っていう感じで、全部母がやってたわけですよ。なっても別に任せる感じじゃん。なんだけど、その時さ、もう生まれて初めてよ。出てって言われたの。え？と思って。もう困惑。いいんですか？みたいな感じになってね。だって、今までもちろんそんなこと言われたことないし、任せられることだってそんなないし、インターホンなんて誰が来るかわかんないわけだし。へってなってんだけど、わかったみたいな。で、インターホン見たんだよ。で、うちのインターホンはモニターがついてるタイプのものだから、その、
映るのね、誰が押したかが。なんだけどインターホン見てもモニター見ても誰もいないの。怖くないこれ。え、誰もいないよってなって、じゃあ玄関開けてみるのではってなんか言ってきて、どうした母と思って私はいや小さいけどそういうこと言うような感じだと思ってなかったっていうか、分かったってなって言われて開けたんだよ。そしたらさ、プレゼントクリスマスプレゼントがボーンってこう置いてあって、玄関のね、もう開けた先に、あ、じゃあサントさんがくれたんだねっていう。まあうちもちろんね、マンションなんて煙突ないんですよ。律儀にインターホンをしてくださったサンタさんが来たっていうね、すっごいマジびっくり、衝撃だったのもあるし、すごかった。クリボッチキンパックめっちゃ美味しかったです。はい、ということで本日はですね、ロッテリアから発売された500円クリボッチキンパックを食べながら、まあ、クリスマスのエピソードとかちょっとまあ喋ったっていう動画でございました。ってことで最後まで見てくれてありがとう。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイミー。明日は告知動画が出ます。よろしく。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても